演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、3人目がシャトルかピークがってくるのもみちゃんと思います。育ってもいろいろほんと出てきますね。今回はタピオカですか。息子のタピオカドリンクを飲んだことありますけど、これはまた違うのかな。はい、準備完了いたしましたので飲んでみたいと思います。フラッペの部分は濃厚に美味しいミルクティーで、紅茶の風味、ミルクの味をしっかり感じるようになりました。タピオカももっちりした食感がちゃんと美味しくないですが、ちょっと量が少なかったなと思いながら残念でした。まあ仕方のない部分はあるのかもしれませんが、というわけでこちらの点数でさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。